どうも。どうも。聞こえますか。聞こえますか。こんにちは、ピーカップアップルのユーピーマンです。パパです。よろしく。なんとですね、今ユニバーサルスタジオジャパンに3人で来ています。楽しい、めっちゃ楽しい。はい、そこでですね、今日は。ユニバーサルスタジオジャパンの3人がぜひおすすめしたい写真スポットをご案内します。ぜひよかったら皆さん遊びに来るときに参考にしてみてください。せーの、めっちゃ天気いいぞ。やっぱーい。上手だよ。アップルは何でそう選んだの？私が豚です。一緒です。違います。何これ？高校1年生3人でメリーゴーランド乗ってます。なんかめっちゃ久しぶりなんだけど、メリーゴーランド。皆さんお待たせいたしました。まもなくサーカスの始まりです。これが一番高い。おぉ、怖い怖い。食べーい。すげえ、なんかこちらカッパです。風速35メートル、大丈夫ですか？いやどういうこと？飽きてきた、やめて。飽きてきた、やめて。飽きてきた、やめて。風を感じて。てか絶対どこのメリーゴーランドよりもとろい気がしてきた。もっと、でも小さい時マジさ、早すぎてビビるかと思ったんだけど。あ、終わりました。バターエリアに来ました。前髪やばい。ハリーポッター。ここです。ハリーポッターのホグワーツ城前。風がちょっと強いんですけど、ここだったの湖なの、これ池みたいな感じなのもできるし、雰囲気あるよね。雰囲気がある。じゃあちょっと走ってみましょう。ここです。上には城があります。ホグワーツ城があります。イエーイ。下からやばい。こんな感じで。すごいよね。はい、とこんな感じで動画を撮ります。撮りますじゃねえ、写真を撮れます。3月ぶりのハリウッドドリームザライドご乗車ですが、いかがですか？やだ、嫌すぎ。まもなく乗り場です。やだ、やめてください。
でもさ、風強いしさ、めっちゃ気温低いしさ、昼ずっと動いてなかったやん。だからさ、絶対なんかあるよ、多分。どういうこと？分からんけど。なんでそういうこと言うの？だってさ、昼と風の量変わってないのにさ。うん。どうする？これが最後かもよ、もう人生。やめて、ほんとに。もうやだ。ちょっと俺もさ、こんな寒くてさ、気温低いの初めてちょっと怖い。なんで優が怖いって言ったの？どうなんだよ、うち。葉っぱ、葉っぱ、うち怖くないよ。絶対信用ない。しんどい。怖くなってきた。葉っぱごめん、うちも怖くなってきた。ただいま、乗り終わりました。楽しかったでーす。あれあれあれ、もう一人方。そこの方。え、でも泣いてた。やめろ。どうでしたか？もう一緒だな、今日。本当に怖かったんだけど、もう。もうやばい、もう。顔が凍りそうだったリアルに。手が凍った。一回凍って凍結した。そしてまた解凍されて戻ってきました。ねえ、泣いてるやん。泣いてない。しんどみ。短いよ。違う、もうなんか一回さ、途中でさ、もうダメだと思ってさ、もう力抜いてさ、安全板も持ってなかったもん、うち。もういいやと思っても、うちの時でもなんか押しに来てるな、マジで。やべえ、こいつ脱力してるって思って、もうやだ。で、必死にね、両手離そうとして左手中と思ってて、で、喋れ、ブサイク。それだ、出た結果、カッパちゃんは成長しました。それは本当だって、フライングダイナソーも乗ったから、今日笑ってる。3月泣いてたんですよ。もう無理、もう無理。普通泣かなくない？中3卒業後。ありがとうございました。楽しかったですか？楽しかった。ありがとう。バイバイ。バイバイ、みんな。僕はじゃあ足だけです。以上、ユニバーサルスタジオジャパンの旅でした。